土浦支店国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成 JR バス関東土浦支店は茨城県土浦市藤崎にある JR バス関東の営業所土浦支店旧江戸崎営業所メイン路線は常磐線土浦駅から成田線沢原駅を結ぶ霞ヶ浦線と東北本線小賀駅を結ぶ南筑波線で いずれも鉄道線の短絡、先行という使命を持っていた路線であった。1985年には国際科学技術博覧会開催に伴い、小貝博覧会会場の臨時路線としてエキスポ号を運行した。1987年4月1日の JR 発足と同時に高速バス、つくば号が運行開始され、同年9月から、 当時の土浦営業所も担当することになる。1999年以降も、上層ニュータウン向けの上層ルート、東京駅江戸川田駅、東京駅江戸崎線など、次々と近距離高速路線を開設した。また、ドリーム号や昼特急の一部についても運行を担当するようになっている。2005年のつくばエクスプレス線開業によりメイン路線であった。 つくば号の大半の乗客が同線に移行する。埼玉、つくば号は3ヶ月程度で廃止された。また上層ルートからも2007年1月9日限りで撤退した。なお、つくば号で使用されていたネオプラン、メガライナーの運行には投資店も携わっていたことから青春メガドリーム号の一部の運行を投資店が受け持っていた。一般路線は 民営化後一時期は、ガーデンシティコ南や東京医大病院、テクノパーク桜乗り入れなど積極策も見られたが、その後は、削減傾向が続き、2008年3月末現在で、南筑波線の大半、山の小線、浮島線、霞ヶ浦線の沢原駅乗り入れが廃止となったが、その一方で1998年には、日立のううしく駅、筑波センター間の新規路線を、 関東鉄道と共同で開設している。また、2001年6月1日に路線バス事業を廃業した茨城観光自動車の一部路線を引き継ぎ運行した9月30日の運行をもって廃止。2007年10月より新規需要を開拓すべく深夜バス土浦里霊号の運行を開始した。公車バス停には通常のサイズより 小さなバス停ーボールを設置した。2009年5月22日より、イオン土浦ショッピングセンターへの乗り入れを開始。同時にスイカ及びパスモへの対応も開始された。土浦支店で、東京支店や鹿島支店の車両の重整備や、車検整備も担当するため、それらの支店の車両を、つくば号の運用で土浦支店へ入出庫させることがある。2020年4月1日現在、 33台が配置されている。中距離長距離以下の各系統は乗務員のみ。江戸崎駅、日立の牛線の車両イオンモール、土浦バス停網プレミアムアウトレットバス停、乗降方式、交通系、IC カードに対応かすみが浦線開業時、市町村名は開業当時。網坂下、上上から、戸張の江戸崎駅に至り、裏向きを経由した。 国鉄時代からいす図、日野車が主に配置されており、中古購入で三菱不装車も配置されている。2000年代中盤からは中古車でノンステップバスやワンステップバスが導入され、ハイブリッド車も配置された。2016年にはバリアフリー対応の自社発注車として日野、ブルーリボンが1台導入され、いずれも4モール、土浦路線を中心に運行されている。 一時期、投資店の車両で、液晶式行き先表示器の試験搭載を行っていた、ことがある。日の、セレガハイデッカー44座席仕様が11台、三菱不走エアロエースラクザシート40座席仕様が2台、配置されている。共に、Wi-Fi、携帯電話充電コンセント装備車両である。このうち2台は、貸切兼用仕様のため、1列目座席前に、 グローブボックスが設置されている。成田空港線にも使用する車両にはトランクに荷物の引き出し板が取り付けられている。つくば号にはかつてメガライナーも投入され、土浦支店の乗務員も乗務していた。同社が整備、点検等で使用できない日にはハイデッカー2台で大体運行した。一時期は土浦支店で岩き支店の車両の重整備を実施していたため、 土浦支店で、岩き支店の車両を使用したり、土浦支店の車両を、岩き支店でも使用することがあった。筑波センター大阪駅間で運行されていた、ドリーム大阪81.82号では主に、東京支店のネオプランスカイライナーや、古参の三菱扶桑エアロキングが使用されていた。この便には、西日本 JR バスの車両は使用されなかった。日中に、 つくば号を使って運用車両を入れ替えていた。貸し切り車も、イスズガーライス h d の2台が在籍している。かつては JR バス関東では土浦支店のみの存在であった UFC 仕様が2台と三菱不装、エアロクインメガボルトも配置されていた。中型の日のレインボー配置されたこともあった。ありがとうございます。